屋上のユリレイさん。ユリって何なんだろう。Thank you.
I don't like where this is going.
明日から夏休みか。ちょっとお盆からは外れちゃうけど、ほとんど出歩くこともしなかったしな、去年は。あんなに人付き合い避けていたのにな。充実した毎日っていうのかな。学校の廊下を歩いていた。今より
より少し背の低い私、髪もまだちょっと短くて、制服も違う、廊下も違う。これはあの時の。少し気が流行って廊下を進む足も速くなっていた。手に持っているもの、さっき受け取ってきたものを早くみんなに届けたくて、もう少し、あのドア、その向こうにみんないる。嬉しくて、頑張ってきた結果があったから、この手に持っていたから、早くみんなと一緒に喜びたくて、あと少し。その時聞こえてきた、私の名前、急いでいたはずの足が止まった。そう話している声、声だけは楽しそうなのに、いつものみんなの声なのに、私の足は動かない。そこに立ち止まったまま、話している、私だけがその中にいない。こうして廊下に入っていくこともできず、立ち尽くしてる。どうして？優勝した時みんな喜んでたでしょ？みんなで頑張って優勝できたんでしょ？だからここにあるんだよ、みんなの分の賞状が。私、それをもらってきたんだよ。これからみんなにそれを渡して、ありがとうって。ついてきてくれてありがとうって。
なと頑張れて楽しかったって。No!